はい、ということでね、お昼休憩終わりました。お腹いっぱいになりましたね。ちょっとゆっくりしました。今12時半で、今日の目的地アンコという、村までは60から65キロぐらいまだあるんで、多分無理ですね。暗くなっちゃいますね。まあただちょっと行けるとこまで行ってみます。じゃねー。トンネルがありましたね、まあ、短いですけどいいですね。景色こんな感じです。ちょっと今登ってきました。こうやってこれ登ってきたところですね。あそこの道を登ってきました。いいですね、やっぱ景色が。で、日も出てきてだいぶ暑いですね。登ると行ってみます。トンネルの中です。いい感じですね。そのままの岩が出てますね。で、トンネルに入ったんで、この GPS のロストステルス、なんだこれ、サテライトレセプション、信号がなくなりましたって言ってますね。そしてまた渓谷の中を抜けていきます。いや、本当に綺麗なところですね。川が終わって、またトンネルですね。今度はちょっと流そう、カメラ回しながらちょっと行ってみます。こんな感じ。あ、全然短かったね。全然短かったです。これもいいね、やっぱりこの。この屋根の感じとか。
また進んでいきます。違いますね、牛が。小さな川が流れてます。のどかですね。めちゃめちゃのどかです。定番のボロ家もあって、こんな感じでした。